昨日夜10時ごろ、名古屋市南区呼び継ぎの名鉄名古屋本線の踏切で、豊橋発名鉄岐阜行きの特急電車が乗用車と衝突しました。運転士が踏切の中に入る乗用車を見つけて急ブレーキをかけましたが、間に合わなかったということです。特急電車の乗客らおよそ60人に怪我はありませんでしたが、乗用車は現場から逃走しました。この影響で名鉄名古屋本線は昨日夜、現場周辺の区間でおよそ1時間運転が止まりました。警察は特急電車に対する当て逃げ事件とみて車の行方を追っています。